青函トンネル開通記念博覧会とは、1988年7月9日から9月18日にかけて、青森県青森市と北海道函館市で開催された博覧会。通称、函館エキスポン88、青森エキスポン88、略称、青函博。本校では、函館開催分を、函館エキスポ、青森開催を、 青森エキスポと主に表記する。1980年11月18日に開催された、青函県経済文化振興協議会において、函館商工会議所から、青函トンネルの開通を記念して、漁師を会場に、津軽海峡大博覧会を1985年に開催してはどうかという提案がなされた。 函館市は1984年度予算に調査費を計上し、1986年に同市を中心とした実行委員会を発足させた。青函トンネルの開業をてこに、青函経済圏の創出をスローガンに、当時の主要産業の造船業などの衰退で、地域経済が低迷していた函館市や青森市の地域活性化などをも視野に入れた一大イベントだった。 総集客人数は、天候不順の日が多かったにもかかわらず、青森エキスポは目標を超える集客に成功するも、一方で、函館エキスポは目標を下回る集客数に終わった。博覧会開催を機に、函館市は、観光を軸としたウォーターフロント開発や、函館山ロープウェイのリニューアルなどを行った。同時に漁師を、生館券と名付け、 青函トンネル開業1周年にあたる1989年3月13日には、経済産業、文化面など、各分野のより一層の交流を目的とした、ツインシティ提携を実施。2019年現在も交流は続いており、当初55事業から始まり2019年時点では112事業で、各分野での草の根交流を展開している。その他、 関連事項として、津軽海峡連絡道路などが研究されている。21世紀青森間に用いられた、アスパム、港21間に用いられた、青い海公園展望台、函館丸かっこ内は、主な出演者。一層の交流発展誓う青函ツインシティ30周年式典。函館新聞。 https://www.ehako.com スラッシュニューススラッシュ news2019a スラッシュ12766インデックス msg shtml 会社が用 FM 青森特別乗車券を発売職の祭典と青函白記念で JR 北海道北海道新聞6月3日夕刊18名に一度廃止の海峡の上 生肝連絡船、食の祭典、生肝博に共産運行再開。函館財界1988年7月号、青い海公園展望台、老朽化で、本年度内に解体。東欧日報。 https://dis.kiji.is/316418226215978081?C コール 7K7955 兆7838億1608万55132018年1月20日、閲覧。ありがとうございます。